牛田雅さんは元日本熱学工業代表取締役社長。岡山県出身。太平洋戦争時は海軍少尉として任官。1945年に神戸商船学校卒業。1957年2月に大阪市で日本熱学工業を設立した。1972年に東京証券取引所、大阪証券取引所に上場を果たし、 1974年には、第一部上場に昇格した。しかし、同年5月に倒産。自らも12月10日に特別配任罪で、逮捕された。後年、牛田は、雑誌の取材や、著書の中で倒産は、製材界や、ライバルメーカーヤクザを巻き込んだ、陰謀論、計画倒産であることを語っている。逮捕後の1980年には、新年ソムの研究、 特許取得を認められ、フィリピン大学より名誉工学博士の称号を授与された。1985年1月には、懲役2年執行猶予3年罰金20万円の判決を受ける。また、三 k GCM の会長を務めていた。ABC 牛田正夫、日なごあオールスター創出演闇経済、戦後最大の暴薬、別冊宝島第186号実録。 経済犯罪これがパクリだ。宝島社1993年10月ピアニッシモ240から256ありがとうございます。